今日は夏パンツ特集第2弾ということで、ノースフェイスの、夏パンツ、ビーフリーパンツをちょっとご紹介したいなと思います。ノースフェイスの、ビーフリーパンツなんですけど、シルエットがまあテーパードよりですね、ただちょっと、まあ、ノースフェイスに有名なあのアルパインライドパンツに比べると、ゆったりめの作りになっています。機能は交通機、虫除け、UV ですね。まあ面白くないです。ただメンズとレディースでちょっと細かいディティールが違いますね。まあ腰周りのフロントのポケットですね、ここにレディースの方はちょっとジッパーがついてないです。代わりにヒップポケットの方にジッパーがついてます。あとレディースの方はドローコードがついてないんですね。なのでまあちょっとシンプルめの形になります。意外とちょっとゆったりめといってもやっぱ形がいいので非常にいいですね。はい、続いてメンズの紹介なんですけども、メンズはちょっと私はちょっとね、ニュートーブっていうカラーをチョイスしました。まあ、交通機なんであんまり熱がこもると良くないなということで、まあ、ニュートーブ。ただニュートーブっていうのとですね、オリーブグリーンとちょうどグレーの中間ぐらいの色なんですよね。なのでまあ非常に合わせやすい。細かいディティールの部分なんですけど、メンズの方がフロントの左右のポケット、これジッパーが付いてます。ちょっと機能的ですね。でお尻の方、こちらも、ジッパーが付いてて、で裾の方はというと、やっぱりドローコードが一応付いてます。ノースフェイスではこの辺がうまくて、裾のドローコードの、締めたりする部分が内側に入るようにされてるんで、まあ、その辺は結構かっこいいポイントですね。交通機のですね、素材がやっぱりこのメッシュみたいな織りがやっぱり特徴ですね。あとまあ虫除け加工、先ほどまあ何度もちょっと説明しますけど、ついてるんで、やっぱりいろんなシーンで使えるのがこのビーフリーパンツの魅力です。ただアルパインライトと違って表の方にちょっとロゴがないのがちょっとそういう点ですね。じゃあ前回の動画でですね、夏パンツ決定戦の動画で紹介したワークマンのアイスアシスト、一体どっちが涼しいのかって話になるんですけど、今回このアイスアシストのですね、マルチスラックスっていうのをちょっと購入してきたので、ちょっとそことの比較点っていう形ですね。こちらの方はやっぱりポケットやっぱワークマン得意なあのポケットがすごく多いんですね。じゃあ肝心の通気性はっていうと、やっぱりこのねアイスアシストは通気性抜群です。マルチスラックスの方は膝の裏の方にダブルメッシュが付けられているので、まあ、この辺がやっぱり膝の裏の蒸れなんかがね軽減されるように作られております。虫除け加工っていうのはちょっとこちら付いてないので、まあ、登山したりとかキャンプしたりするときはやっぱ虫除け対策っていうのはまあ必要になってきますね。こちらの特徴はですね、パッとちょっとね分かんないと思うんですけど、チッパーとかそういうのが付いてないんですね。まあパンツのカテゴリーでいうと無突起物パンツっていうカテゴリーになります。じゃあその無突起物パンツって一体何に使うのって話になるんですけど、まあこれはですねちょっと次回ちょっと別の動画で詳しくご紹介したいと思います。はい、僕もちょっとノーマークだったんですけど、ノースフェイスからですねビーフリーと言われる、まあ、交通機の涼しいパンツが、夏パンツがですね一応登場していました。ワークマンのアイスアシストとの比較、まあ、参考になった方、よかったらチャンネル登録お願いします。